ひな。ひな。布団に入ってる。はい、じゃあ行きます。はい。はい。5432。で、こんにちは、ワンカナチャレです。そして、パパチャレです。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ということで、今日は夜からのスタートです。はい。はい。パパチャレは明日、旅に出ます。旅に出すな。だけど明日朝早くからビールズリーグ第5節。はい。ね、相手強い？相手強いよ。フォートユナイテッドって言ってめちゃくちゃ強いけんさ。しっかり明日勝って6節のスマイラーズ、ね、芸人さんのチームでもしっかり勝って最終節ウィナーズと試合をして。ね、優勝争いそして優勝できるようにまずは明日頑張ってきます。はい、はい、パパチャレ頑張ってね。はい、頑張ってきます。よいしょ。パパチャレちょっとカメラ貸して。パパチャレの髪の毛ボッサボサになってるよ。ボサボサ、ボサボサ、はい、ボサボサになりました。はい、いつでじゃないよ。いいんだよそれは。はい、ということで、じゃあ明日も頑張ってきます。はい、はい、それではレッツーゴーリベンジャーズゴー。ナイスキーパー。おはようございます。行ってきます。はい、今試合会場のあと5分ぐらいのところまで到着しました。今日は本当に遅刻しちゃうんじゃないかなとちょっと焦ってたんですが、まあなんとか30分前に到着しました。すごい渋滞で、1時間前には到着してる予定なんですけど、こんなに遅れるんだなと、改めて早めに出ててよかったなとちょっとほっとしてます。ということで今日は第5節フォートユナイテッドとの試合なんですが、リベンジャーズは現在3連勝中で、どっかでやっぱりこう油断とかもしかしたらこう浮ついてるところっていうのが出てくるかもしれないんで、やっぱりそういうところをですねしっかり地に足つけて、足すくわれないようにですねちょっと声をかけたり、今日もプレーはできないので、はい、まだちょっと怪我の状態もですね、良くないのでもう少し時間かかりそうなんですけど、まずは今日しっかりやれることをやっていきたいなと思います。はい、それでは行ってきます。なぜか、え、なんてやった、やめてください。いや、もう使うならネットヒットください。ああ、うわ、また映ってきてるわ。あれ、元ウィナーズの、ウィナーズ、ウィナーズ、あれ、元イナーズのルチョくんですか。元イナーズ、おはようございます。元気ですよ、元気でって。わー、強いわ。おはよう。え、パパ麺乗ってんじゃん。え、焼きそば乗ってんじゃん。焼きそば乗ってるよ。ドルジケも、お、ほいっと、おー、おーしい、気にしてるな。分かる、お前、いや、ちょっと分かんないでしょ、今から本まで分かんないですよ。パノチャル TV チャッチャン。はい、試合が終わって今帰宅しています。今日の結果は0対1で負けました。まあ初戦を落としてしまった時と一緒で、やっぱりこう負けってかなりこうきついというか、いろいろ帰りながら考えながらですね、帰ってきたんですが、またちょっと落ち着いて
試合動画をまた見直しながらまたちょっと考えたいなと思います。今は全然何も考えれないというか、ただやっぱりみんなと話し合ったのはあとまだ2試合あるんで、自力がなくても他力というか、他のチームの結果次第ではまだわからないので、まあ、そこを信じて、今はやり続けないといけないと思いますし、僕はしっかり怪我を治すことをまず一番に、まあ、日々生活していこうかなと思います。まあ、帰ったらちょっと今日はカノチャルもう寝てる時間なので、明日朝からカノチャルまた練習あるので、ちょっとまた車でカノチャルとサッカー行きながらいろいろお話ししたいなと思います。それでは気をつけて帰ります。優勝の望みはがね、なくなったわけじゃないけんさ、あと2試合、全力で頑張ります。はい、 はい。そして今日は日曜日なんですが、珍しいね、彼女よりサッカーやってるの。皆さんに少し報告があります。はい、はい。今日から彼女よりは FC ジードのアカデミー生になりました。はい、アカデミー生になります。はい、はい、ちょっと説明すると FC ジードではまず一番下にスクール生があって、その上にアカデミー生があって、トップチーム生がね、でカノチャルはスクール生からアカデミー生に昇格しました。はい、はい。で、今まで FC ジードの練習が週に1回とかだったんだよね。それが回数が増えます。えじゃん、知ってるでしょ。で、今までは本当にスクール生の時はボール遊びをして試合をしてっていう感じだったのが、アカデミー生になると本格的にサッカーを学びます。はい、なので回数が増えて、これからやっと本格的にサッカーを学ぶっていう、ね、カテゴリーに来ました。はい、はい。で、今までは練習の時、スクールの時の試合動画を撮影してたんだけど、アカデミー生になるとやっぱりこう個人戦術だったりチーム戦術だったりとかいろいろね、まあ、トップチームに行けばチーム戦術だったり、まあ、そういうところのね、戦術の、練習もあるので、全てを動画にできません。たとえ試合をやっても撮影してそれを YouTube に流すっていうことはできないので、ただびっくりした、蛇かと思った。ただYouTube で皆さんに届けれるときは撮影して流していきたいなと思います。はい、なのでいつも通り目標を立てて、ね、練習はしていくんだけど、もしかしたら GO リベンジャーズ GO っていつも言った後試合動画流れるよね。それがなくてもう、はい、今日練習終わりましたで飛ぶ可能性もある、あとはアカデミー生の練習はやっぱりこう止めて蹴るだったりとか、あとは試合がない時とかもあるので、動画の撮影がない時もあるけど、毎回毎回目標とかね、完成はしていきましょう。はい、はい。で、決定的に違うのは、まあ、練習回数が増えるっていうのはね、あるんだけど、対外試合と大会の回数が増えます。今までは試合がね、数ヶ月に1回とかだったのが、
月に数回入ってきたりとかもする、はい、なのでその試合はできる限り撮影して YouTube で流していきたいなと思います。はい、はい、ということで今日から昇格したので頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日の目標は、今日の目標はアカデミー生に初めてだから2人と話を聞いて行動する。お、じゃあしっかりね意識高く取り組んでいきましょう。はい、はい、それではレッツゴーリベンジャーズゴー。いい目標だったじゃん、自分で考えた。TV ちゃっちゃん、これからゲーム、どうアカデミーは楽しい？じゃあラストゲーム頑張って。チャル TV ちゃっちゃん、はい、かんちゃん、はい、はい、今日のアカデミーの練習はどうでしたか？めっちゃくちゃ楽しかった。さあ、よかった。スクールとは違かった違かった練習もね、求めてるものも違ったでしょ。はい、はい、じゃあ練習回数も増えるし試合もね増えていくと思うので、もっともっと上手になってね、はい、はい、叶えれるように頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもカーチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンお願いします。カラチャル5万人目だってのでぜひチャンネル登録してください。それじゃあバイ、はい、バイバーイ。ボール関係みしゃボールがねもうね8年ぐらい使ったけどね、新しいボール買おうね。嫌だ嫌だ、うん、ずっとこのこと言ったよ。それは大事にとっとき。よし、バイバーイ。肩溢れてますか？入れちゃダメだ。入れるよ。おまけ。どう？
飯、うん、暑いんでお腹空いてた、ペコペコだった。おまけで使うね。バイバーイ。すげえ顔。見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。